今日はアラジンさんのグラファイトグリルトースター、こちらが届いたので開けてみます。こちらのパンフレットを見てみると、人工衛星に使われている素材をですね、使ったトースターということで、短時間で高温で、パン等が焼けるというトースター、これがあの美味しさの秘訣ということで書いてあります。こちらアラジンさんの会社さんのですね、いろんなこう歴史とパンフレットも一緒に入ってます。こちら付属のこのようなですねグリルパンで、ドリアとも作れるかものになっています。とてもですねおしゃれなロゴですね。こちら結構コンパクトな作りになってますので、狭小なスペースでも置けるかと思います。あと温度の調節ですね、こちらがよく売られているトースターとはだいぶ違ってですね、かなり温度設定の幅があります。100度から260度ですね、20度ずつですね、設定が可能です。こちらですね、かなり狭いスペースでしたが、ゆとりを持って置くことができました。それではですね、先ほどの 0.2 秒というところで温まり始めるか、実際にタイマーを回してみます。今回こちらのランチパックのピーナッツ味ですね、こちらを焼いてみます。おっすごい、今すごい速さですね。もう一度回してみます。ああ、 0.2 秒ももしかすると経ってないかもしれないぐらい、タイマーを回した瞬間にですね、もう熱が加わっています。これはですね、かなり高温になる、先ほどの人工衛星に使われている素材っていうところで高温保てるようなので仕上がりがかなり期待できそうですね。もうすでにこの窓のところですね、曇ってますので、パンに火が通って水分が蒸発しているのが分かります。とても早いですね。今回ただ軽くやるだけでいいと思うので1分ですかね、まあ、1分弱でもいいのかなと思います。一応今設定温度は160度になっています。
窓についていた、先ほどの水分ですね、これも飛んでますので、かなり中は熱されてるかと思います。約もう今ので、回して待ったのもありますが、1分半ほどですかね。あ、表面は説明書にあった通りかなりサクサクですね。焦げ目が極端につくわけでもなく、一瞬でこう水気が飛んでいるような感じでしょうか。表面はかなりサクサクに仕上がっています。それでは、お、かなりサクッと焼けてますね。外はカリッと、中はピーナッツバタークリーム、これとろっとしてますね。すごい、これは多分かなり美味しく仕上がってると思います。以上ですね、今回はアラジンさんのグラファイトグリル&トースター、こちらを実際に使ってみました。とてもおすすめかなと思います。